何してるんだ？ああ、キリト君。これからユイちゃんとお買い物に行くの。この先で待ち合わせなんだ。へえ、じゃあ俺も付き合おう。本当？ユイちゃんきっと喜ぶよ。家族水入らずだって。俺もできるだけ多く3人で過ごしたいしさ。寝ちゃったね。疲れちゃったのかな。リアルの子供のようにはしゃいで疲れたっていうのとは違うと思うけどな。俺たちと出かけたことを鮮明に記憶しようといつも以上に頭を働かせていたのかもしれない。それってつまり家族で過ごせて嬉しいからだよね。あくまで可能性の話だけど。でもそうなら私も嬉しいな。ママ、クッキー、私も。誰かさんにそっくりな寝言だね。だってしょうがないだろ。アスナの作るクッキーがうまいんだから。ユイも夢を見るほどにアスナのクッキーが好きなんだよ、きっと。そういうことにしておいてあげる。にしても気持ちよさそうに寝てるな。やばい、俺も眠くなってきたかも。あれ？そういえば買い物している時にリアルの方で今日ご飯当番だって言ってなかった？そういえばアスナの買い物を見てカレーにしようって思ったんだ。だったらここで寝ちゃダメだよ。ご飯作れなくなっちゃうよ。そうだな。そうなんだけど。ほら、ちゃんと作らないとリーファちゃんが困っちゃうでしょ。だよな。さすがに当番をすっぽかすのはまずい。もうキリト君ったら、起きて起きてってば。こうなったらレアモンスターのメタルバーがいっぱいいる。本当か？起きた？あ、騙したな。そもそもメタルボアってなんだよ。だって君寝ちゃいそうだったんだもん。じゃあ一旦ログアウトして晩ご飯を作ってくるかな。それがいいよ。その間に私がユイちゃんを見てるから。それにしてもほんと気持ちよさそうな寝顔。あ、なんだか今度は私が眠くなってきちゃったかも。おいおい、俺を起こしておいて自分で寝るなって。ここでアスナが寝ちゃったら寝ているユイが一人きりになっちゃうだろ。まったく、こうなったら。おいアスナ、スカートの中が見えてるぞ。え、やだ、
起きたか？覗いたわね。覗いてないって、焦らせようとしただけなのに。本当？誓って。じゃあ信じるけど、いくら君でも見られたら恥ずかしいんだから。それにしてもユイの寝顔を見ているとホッとするのかなのか、睡魔が襲ってくるな。ここに残ったとしても起きていられる自信がないよ。ここはユイちゃんが起きるまで二人で見守るのが一番かも。ちょっと寝てる寝てる。まあごめん。じゃあなんか話をしようぜ。二人で会話をしていれば眠気もなくなるだろう。だってば。じゃあ今度寝ちゃったら罰ゲーム。罰ゲーム？何するの？そうだな、寝てない？寝てないって、考えてるだけだよ。で、何の話だっけ？罰ゲーム。なあ、そうか。もう適当でいいよ。じゃあケーキをおごるのな。ケーキね。キリト君。消えるはず。ねえ、睡眠欲と食欲、どっちが強いのかな。俺はどちらかといえば食。そう、寝そうになってるじゃない。アスナだって。それはユイちゃんの寝顔があまりに幸せそうで。二人とも起きてください。あれ、ユイちゃん寝てたんじゃ。今起きたんです。二人とも眠っていましたよ。本当か。あと少しで自動ログアウトしてしまう状態でした。のね、ありがとう。どういたしましてです。なあ、そうだな。罰ゲーム。起きていた人が寝ちゃった人っていう勝負をしていたんだよ。なるほど。ケーキが食べたいです。確かにこの勝負はユイの勝ちだ。それにユイのおかげで俺は食事当番もすっぽかさずに済んだわけだしな。よし、それじゃあひとまず食事当番は済ませてくるから、その後でみんなでケーキを買いに行こうか。わーい、また3人でお出かけできます。やあユイ、散歩かい？はい、プレイヤーの皆さんの一押しスポットや今注目の装備品について情報収集をしていました。なかなか忙しそうだな、ユイの散歩は。もっとそれっぽいことをしてみたらどうだ。今日の気象条件は最高なんだし、公園の芝生に寝転んでぼーっとするとか。ダメですよ。それでこの間本当に寝てしまってログアウトしちゃったじゃないですか。
起きた時びっくりしたよ。公園にいたはずなのに、目が覚めたらリアルの自分の部屋だったからさ。おーい！ん？あ、アルゴさんです。向こうから走ってきますよ。大変だ！よう、アルゴ。どうしたんだ、そんなに慌てて。クエストを受けてみたら、俺っちに小動物が。小動物？にゃー！やっぱりついてきやがった。わー、子犬さんです。そいつをどうにかしてくれ。どうにかって、普通に可愛い子犬じゃないか。普通に可愛くない。後であーちゃんの3サイズでも、最近よく装備している下着の色でも教えるから、とにかくなんとかしてくれ。わかったから。って、そんな情報まで持ってるのか。私に任せてください。子犬さん、こっちにおいで。人懐っこいですね。よしよし、いい子ですね。全然いい子じゃない。ずっと追いかけ回されてきたんだぞ。アルゴの犬嫌いは相変わらずだな。くすぐったいですよ。なんで俺っちはこんなクエストを受けちまったんだ。アルゴさん、よく見てください。こんなに可愛いですよ。近づけなくていい。可愛いのは分かった。クエストを受けたら、この犬がついてくるようになったのか。ああ、村で獣らしき姿を見たっていう NPC がいて、話を進めてみたら、こいつがすっ飛んできたんだ。村で獣と来れば、作物を食い荒らすイノシシとかが定番だろう。アルゴにとってはどんな獣よりも強敵だな。このクエストの内容ってどういったものなんですか？ちょっと待ってくれ。なんせ急に追いかけ回されたから、クリア条件も何も。食材アイテムを一定数与えるってことか。ハッキー、もう確かにそうだな。いろいろ急展開があって、完全に頭から抜けてた。え、キャンセルするんですか？心はともかく、ゆいちゃんまでそんな目で見ないでくれよ。ゆいはすっかりその犬が気に入っちゃったみたいだな。とってもお利口ですよ。噛んだりなんかしません。利口かどうかは問題じゃないんだよ。どうにかできないかな、アルゴ。なら、お前が代わりにクエストを受ければいいだろ。そうすれば万事解決じゃないか。でも、アルゴさんがクエストを破棄したら、この子は…クエストを破棄した段階で、どこかに行ってしまうだろうな。私がこの子の面倒を見ます。ですから。そんな無茶苦茶な。俺もクエストクリアに協力するよ。だからアルゴ、一緒に進めないか。俺っちだってクエストの情報は知りたいけど。二人とも、ちゃんとそいつの面倒を最後まで見てくれるんだろうな。アルゴ。はい、ちゃんとお散歩もします。
近づいてこようとした時ちゃんと止めてくれるか？ああ、アルゴを守ってやるよ。わかったよ。それじゃあこのクエストのクリアを目指すことにする。ああ、アルゴさん、ありがとうございます。ああ、だから犬コロを持ったままこっちに来ないでくれ。ありがとうな、アルゴ。まあ、情報が欲しいのは嘘じゃないしな。わーい、これから仲良くしましょうね、ワン吉。ワン吉？もう名前をつけたのか。ユイ、嬉しそうだな。はあ、なんであんなのが可愛いと思うのか全然わからないぞ。さんに優しくしないとダメですよ。さっさとクエストを終わらせないと俺っちの身が危険だ。ヤッホー、キリト。よう、ユキ、何してたんだ？ブラブラ散歩してたんだけど、そろそろレベリングに行こうかなと思ってたとこだよ。そうだ、僕すごくいい狩り場見つけちゃってさ、もしこれから暇なら一緒に行かない？あの狩り場は独り占めするにはもったいない場所だからさ。ほんとか？じゃあ一緒に行かせてもらおうかな。うん、行こう行こう。それじゃあ出発。確かにエールオートごっちゃになる時あるよな。勇気はエールオートこっちのゲーム両方行き来してるから余計かも。だって僕スリーピングナイツのリーダーだもん。ちゃんと2つのゲームを両立しなくっちゃ。今や有名ギルドだもんな、スリーピングナイツは。おかげさまでね、あの時は本当にありがとう。いや、俺とアスナも楽しかったよ。スリーピングナイツのメンバーと一緒にボスを倒せたこと。あの時はボス部屋の前がシャムロックのメンバーに閉鎖されちゃっててさ、相手の人数がすっごく多かったけど、みんなが駆けつけてくれたおかげでボスに挑戦できたんだよね。ああ、そうだったよな。 MMOtoday にスリーピングナイツのみんなと一緒に乗って嬉しかったな。解散もなしになったし、これからもスリーピングナイツはバンバン ALO を攻略していくよ。楽しみだな。また向こうの世界に行った時は一緒に戦わせてくれ。もちろん大歓迎も OK だよ。あ、いいな。うん、えい、ひゃー、はー、よーし、撃破。やっぱりすごいな、ユキ、剣さばきが鮮やかだ。さすが絶剣だな。相変わらず強いね。動きを見てると楽しいよ。ん？あの影は？ユキ、危ない！モンスターが背後に！はっ！うわ、危なかった。教えてくれてありがとう。すごい反応速度だな。俺が行ってからモンスターに切りかかるまですぐだった。
すごく嬉しいけど、戦っている時は集中してて実感ないな。周りから見てれば勇気の剣さばきがいかにすごいかがわかるよ。はあ。ん、どうした勇気。戦闘が終わった途端なんだかお腹が空いてきちゃって集中力が切れたから気づいたんだろうな。俺も腹減ってきたし、町に戻ってお茶でもしようか。結構長時間レベリングしたから消耗してると思うし。うん、そうしよう。あー、おいしい。幸せって感じ。思い切り戦った後に何か食べるとすっごく美味しく感じるよね。ああ、やっぱり体は使っていなくても頭を使っているせいかな。甘いものは頭の疲れにいいって言うしね。ゆうき、最近体の方はどうなんだ。詳しく聞けてないから心配で。大丈夫だよ、安定してるって先生に言われたから。っていうか安定してなかったらこんなに遊べてないよ。そうか、それならよかった心配しないで。それはさておき、外の世界を見ることができるあの偉大な発明には感謝感謝だよ。外の、ああ、視聴覚双方向通信プロープのことか。あれを使って学校の授業を受けたり、いろんな景色を見せてもらったりしてさ、すごく世界が広がった気がする。だからみんなには本当に感謝してるんだ。勇気が楽しいなら何よりだよ。アスナも嬉しそうだし。そうかな、だったらいいな。あとオリジンでもまたみんなと一緒に遊べて最高の気分だよ。俺もゼッケンの勇気がいてくれて頼もしいよ。そう言われると張り切っちゃうな。よし、この世界でもまたみんなでいろんな冒険をしようね。ああ、思いっきり遊んで目いっぱい楽しもうぜ。うん、こっちでもよろしくね。あ、奇遇だね。一人？ああ、これから何しようかなって思ってたところだよ。だったら一緒にプレミアちゃんのクエストを探しに行かない？実はあの光る石に関係してそうな場所を見つけてきたんだ。本当か？石を祀る洞窟って書いて石師の洞窟というダンジョンがあるんだって。石を祀るか、確かに関係していそうではあるな。よし、その洞窟に行ってみようか。うん、じゃあプレミアちゃんを探さないと。ごきげんよう。おお、ちょうどいいところに。で、ごきげんよう。挨拶ですが、驚かれたということはつまりおかしいですか？いや、おかしくないよ。誰かが言っているのを聞いて覚えてきたのかな。かもしれない。二人は何をしていたんですか？ちょうどプレミアの話をしてたんだよ。君の用事を手伝おうってさ。この前みたいにみんなでお出かけしましょう。ええ、よろしくてよ。だから、そりゃ誰から聞いて覚えたんだ。今のはちょっとおかしかったかな。そうですか。ではやめておきましょう。さあ、それじゃあ向かおうか。うん、そうだね。って、あれ？
どうした？ねえ、プレミアちゃんの HP ゲージ。ん？普通に満タンだぞ。そうじゃなくて名前。名前？名前がある。どうかしましたか？ううん、なんでもないよ。プレミアってしっかり表示されているの。そういえばこの前聞かれたの、プレミアというのはどういう字を書くのかって。もしかするとプレミアという名前を本人が受け入れたことでデータにも反映されたのかもしれない。名前を受け入れてくれた？まああくまで推測だけど。そっか、そうだと嬉しいな。さっきから私を見続けていますが、まだ何かおかしなところがありますか？おかしいことなんてないよ。さあ行こう。設定が何もないプレミアだからこそ起きたことなのかもな。てか、いつでも大丈夫です。特に準備することもありませんの。こっちもオッケー。ちゃんとみんなの分のお弁当も持ってきたよ。おお、さすが。以前のお弁当が思い出されます。つまり早く食べたいです。いい場所を見つけたらそこでランチだね。よし、それじゃプレミアの用事を探しに行こう。目的地まであとどれくらいだっけ？半分来たくらいかな。じゃあもうちょっと進んだところでお弁当にしようか。あ、ちょうど腹が減ってきていたんだ。どうしたプレミア？お願いがあります。うん、行ってみて。連れて行ってほしいところがあります。ああ、もちろん俺たちが連れて行った。カーソルが変わった。クエストが受諾できたみたい。大丈夫か？どうかしたの？いえ、大丈夫です。クエストが発生した影響か何かかな。かもな。それより受けた内容をログで確認してみる。これだ。神木の加護を受けよ。神木の加護？でも妙だな。目的地が石碑の洞窟と全然違う場所だ。じゃあそっちは何も関係ない場所だったのかな。どうかな。もしかしたら洞窟に行く前に必ず発生するイベントなのかもしれない。とにかく一度そっちに向かってみよう。うん、わかった。でも大きいってわかるけど、近くで見たら圧巻だね。しばらくしたらここも観光名所になりそうだな。何か不思議な気持ちになっちゃう。安堵のようで畏怖のようで。荘厳なものを前にしているからそんなことを考えちゃうんじゃないか。荘厳。プレミア、君の来たかった場所だ。あの時と一緒。お祈りしてる。これが加護を受けるか。まだこの段階だとクエストがどういうものか見えてこないね。謎の光る石と加護を受けるっていうのしか情報がないもんな。こうしてお祈りするプレミアちゃんを見ていると、なぜか遠くに行ってしまうって感じがする。
それだけ神々しいってことじゃないか。神々しい、そうかも。でもプレミアちゃんは何をお祈りしているんだろうね。よし、これでまた一歩前進だな。お疲れ様。ここでの用は済んだみたいだな。この後はどうする？そうだな、せっかくこうして外に出たわけだし、石碑の洞窟も念のため覗いてみようか。うん、そうしよっか。プレミアちゃん、まだちょっと行きたいところがあるんだけど大丈夫かな？私は構いません。じゃあ決定だね。石碑の洞窟を目指そうか。ああ、行こう。ですが。ん？その前にお弁当を食べるという予定が入っています。うんうん、大事なことだよな。はい。そうだね、それじゃあここで食べようか。そうしましょう。結構奥まで続いてるな、この洞窟。アルゴさんにもらってるマップデータを見てみるね。あれ？どうした？今いる場所、アルゴさんからもらったマップよりも外の位置を示しているんだけど。それっていつの間にか隠し通路に踏み込んでいたってことじゃないか？そうかも。前も隠し通路を進んだ先で光る石を見つけたんだよね。つまり今回もプレミアがトリガーになって隠し通路が開いたってことか。よし、じゃあ行こうか。行ってみよう。あったぞ、例の石だ。やったね、やっぱりこの洞窟はプレミアちゃんのクエストに関連してたんだ。Thank you.
これで二つ目か。それにしてもこの石は何なんだろう。ねえ、ここの壁に文字が彫られてるよ。おお、クエストのヒントじゃないか。読んでみるね。女神より授かりし力の象徴である6つの聖石、その一つをここに祀る。何かの伝承みたいだね。彫られた文字も年季を感じる。6つの聖石、この光る石は全部で6つあるってことか。女神っていうのも気になるよね。この光る石が女神から授けられたってことは、やっぱり女神というのは。まあ、一人しか思い当たらないよな。何か言いたげな表情で私を見るということは、気づかれていたということですか？え？もしかして、クエスト NPC としての記憶が？お弁当に入っていた果実を、みんなより多く食べました。ごめんなさい。はい？プレミアが女神というのは怪しくなってきたな。笑っているということは、つまり許してくれたということですか？許すも何も怒ってないから大丈夫。ではなぜ笑っているのか理解ができませんが。まあ気にしないで。さて、町に帰ろうか。石は持ったか？はい、持ちました。6つの聖石と女神か。それにしても結局あの大きな木への祈りは何だったんだろう。今のクエストとつながりがあるようには思えなかったし、それを知るためにはプレミアのクエストを進めるしかないよな。へえ、6つの聖石か。そのうちの2つを手に入れたんだよね。でもまだどういった話なのかは見えてこないんだよな。けど新しい情報も出てきたじゃない。女神がどうのっていう伝承みたいのが。それから加護を受けるっていうのもね。加護を受けるっていうのが今回一番の謎なんだよな。突然クエストが発生するし、内容もよくわからないままだし。祈るクエストは目的地に向かう途中で起きたんですよね。であれば関係ないってことはないんじゃないかと思うんですけど。何か発生条件を満たすようなことをしたってことはないの？例えばたまたま話しかけた言葉がクエストの条件に引っかかったとかでしょうか。あの時って何を話していたかな。確かお弁当はもうちょっと進んでから食べようって話をしたところだったような。なるほど。となるとプレミアちゃんは早く弁当を食べたいがゆえにクエストを起こしたとか。絶対違うと思う。弁当を食べたがっていたのは事実だけどな。とにかくクエスト発生のトリガーを引いた覚えがないのは確かだよ。クエスト発生条件は様々なタイプが用意されています。よくあるのは話しかけるタイプですね。他にも指定な場所に足を踏み入れるタイプですとか。時間が経ったら発生っていうのもあるよね。時は来たみたいなやつ。時間か。今回の神木に祈るクエストに関してはそれが一番しっくりくる気がする。
なんせ神木から結構離れたところでクエストが発生したからさ。神木に祈る。確か前にアインクラッドの成り立ちを聞いたじゃない。ああ、アインクラッド創生の物語、大地切断の話か。うん、そこでも木の話が出てなかったっけ。確か、生体樹。まあ、あっちは巫女の話だけどな。しかも二人。こっちは女神だもんね。女神っつうのは、やっぱあれか、ミヤちゃんのことだよな。だとは思うんだけど、まだそうだと言い切れる情報もなくてさ。いや、あのクールでツンツンした感じはきっと女神様に違いない。お前の女神に対するイメージってどういうのなんだ。何にしても今回のことでプレミアちゃんのクエストクリアに一歩前進したんだ。いたいけな少女のために俺たちが一肌脱いでやろうぜ。ずいぶんと気合が入っているわね。だってよ、設定がなくて自分が誰かもわからない子を放っておくなんてできねえじゃねえか。まあね、それは私も同意する。おー、待ってろよプレミアちゃん、お兄さんが必ずクエストをクリアしてやるからな。思った以上に規模の大きそうなプレミアのクエスト。でもこうしてみんなと協力して必ずクリアまで導いてみせる。